億万と言いましてもね、私のいたところは、その北の北なんですよ。よくね、テレビのね、ニュースでね、今日はね、黒竜江省の何かでね、事故がありましたとかって、ニュースになりますね。あれの北なんですよ。江湾嶺っていうね、ヨーロッパを分けるね、山脈がずーっと来てました。それをもう息絶える頃、その辺りが私のいたとこなんですね。そんな寒いところにいたんですけど、私が終生もう感謝して、感謝しえないことが一つあります。何だと思いますか？何だと思います？ これがね、字を読めるようになったことです。僕はね、ころっと起きます。こっち側に窓がありましてね、こう行くと、そこにね、親父の本箱があるんです。で、本箱を開けますですよ。そうするとね、親父だってね、やっぱり退屈な時あったんでしょうね。吉川英治のね、三国志とか、宮本武蔵なんかが並んでるんですね。で、これをパッと引き抜くんです。で、こう読むんです。漢字ばかりでしょ？読めるわけないやと、お思いの人は、ちょっと時代が違います。昔の本はね、活字は大きいんです。そしてね、横にルビが振ってある。カタカナが。だからね、一生懸命ってこうやってやると、あ、一生懸命か。あ、そうか。あ、何か。あ、何か。こう分かるわけですね。それでね、字を覚えたということは、非常にも一生ついてまいりましたね。私は速読が早くて、どんな本もびっくりしなかったです。こんな熱い本でも、あ、そう、これ書いたの、あの人が書いた。よし、俺読んでみよう。読めるんですね。もう怖くないです、そんなのは。それで速読の術ができたのと、その読むことに対しての恐怖感がなくなったんだよね。だからね、内地に帰りましてね、新聞なんかね、僕読めるでしょ。もうペラペラ読めるんです。知らない単語ないんですもん。もうださ。からね、びっくりされましてね、お前すごいねっつってね。で、おじいちゃんの、僕は新聞の読み手でした。朝ね、10分ぐらい行く前に行くんですよ。そうすると、おじいちゃんがね、赤いのをこうしてるんで、枠を。で、僕はそれをもらいましてね、ペラ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 って読むんです。そうすると、おじいちゃん、って顔が聞くんだよね。そういうこともやってましたね。はい。そういう面ではね、早熟でしたね。その満州での、そのやっぱ本を読むのが一番きっかけだったんですか？本を読むっていうことはやっぱり一番のきっかけでしたね、私は。それで、それをね、諦めずに読むってこそうとでです。すね。大抵ね、本はね、たくさん本あるでしょ。アンナ・カレーニナとかね、ジャン・クリストフとかね、いっぱいあるです。最初のね、何ページかはね、面白くないんですよ。何書いてあんの、この人っていうぐらい。そうするとね、だんだん読んでるうちに面白くなってきて、その中に引き込まれるんですね。だから、たくさん読まなきゃいけないんです。で、これはね、後に役に立ちましたよ。中学なんか行きますでしょ。そうするとね、先生がいるわけですよね。数学がいて、英語がいて、誰がいて、誰がいて、もういるでしょ。たまにね、おい、遊びに来ないかっていうから遊びに行くんです。で、こうやってね、先生の書棚にいるんですよ。そうすると難しそうな本が並んでるんですよ。よし、これ買ってやろう。それを覚えておいて。そして帰りにね、地元の本屋に寄ってその本を注文するんですよ。そうすると来るんですね。それをこうやって読むんですね。だから普通のね、数学の授業してるでしょ。その時にね、ポンと手が上がってね、数論のね、変な質問が来るわけですよ。えぇ？って先生もびっくりするわけですよ。そんなこと教えたことないよって言ってね。
ムサが質問したの。そうですよ、ね。そうですね。その頃は自分の進んでるところ、自分が得意なところを見せたくてしょうがないんですよ。だからね、せざいって。わざと、わざと。わざと。それはね、平方向にしてありますけどね、平方向じゃない方向がありますでしょって、ね。そうするとね、こんな面倒くさくなる。そうだね。だからね、高校の頃でした。僕はね、数学、英語、国語、これはね、授業に出なくていいです。もうお前はもういいから出るな。来んなよ、お前は。もう邪魔なんだもん。変な質問するし。うん。それでね、学校行ってるとね、その頃はね、僕らが歩いて、裸足ですよ。何もない時代ですから、冬でも裸足ですよ。それでね、こう歩いていくわけですよ。そうすると後ろからチーンチーンチってね、これ先生です。自転車に乗ってね、追い越していくわけですよ。で、その追い越し邪魔にね、はた！はい！何ですか？って言うとね、お前、今日はね、授業出ろよ。は？何ですか？出ろよ、お前は。今日はね、ちょっとね、今までと違ってことを教えるから、出なきゃダメ。わかったか？はい。じゃあ、今日は失礼して、出ます。はい。それでね、出てたんですけど。出ない、授業出ないってどうするかちょっと、ないですよ、することが。だからね、ブラッと校庭に出るわけ。よそのチームが体育の、こうやってますよ。よし、いやもうこれに参加するぞって言ってね。で、野球なんかやってるとね、俺入れてくれ。俺入れてくれ。俺、セカンドでどうってね、グラウンド借りてね、セカンドで守るんですよ。そういうことやってましたね。部活でも、当時は、いろんな部活に誘われたんでしょ？僕はね、バスケット部にいました。中学の時でしたね。いろんな部ができるんですよ。行動に集められてね。はい、野球部の人。はーい。バスケット部の人。誰も負けないんですよ。あこれかと。はいはいって捧げてね。はいはいはい。そしたらね、6人ぐらい集まったんですよ。それでバスケット部を作りまして、中学1年からそれのキャプテンでしたね。ねえ。素晴らしかったんですよ。僕はね、ミドルシュートの名人でしてね。そりゃそうですよね。人数が少ないから、一人で練習するしかないでしょ、こうやって。ね。とこうやって帰ってくる。で、それをまたシュートする。それはね、真ん中しかないんですよ。ちゃんと帰ってくるのは。で、走るの遅くてね、14秒からね、15秒の間ぐらいですね、100メートルはね、どうしてもね、12秒切ってやりたかったんです。12秒切りたかったの？すごいね。絶対切りたかったです。で、一生懸命になったの。